皆様こんにちは。こんにちは。第3水曜日の昼下がりいかがお過ごしでしょうか。 MC の北条のりと申します。本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の、ゲストは、自力整体師の矢上まりえ先生にお越しいただきました。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もずっと関西にいたんですけど、はい、先生ももともと関西出身なので、はい、今日もちょっと大阪弁で、じゃあ大阪弁、はい、よろしくお願いします。はい、兵庫、先生は兵庫なんですけど、はい、先生の今からちょっと簡単にプロフィールご紹介したいと思います。はい、矢上まりえ先生、自力整体師で矢上予防医学研究所のディレクターさんでいらっしゃいます。1984年の兵庫県生まれで、高校卒業後単身渡米、芸術大学、プラットインスティテュートで衣装デザインを学び、ニューヨークにて独立。先生、この芸術大学っていうのはどこにあったんですか。アメリカのニューヨークです。ニューヨークで、はい、でその後ニューヨークで独立。あ、独立っていうか、はい、頑張って頑張って、なんかなんですか、はい、サバイバルしてました。ちょっとこのお話も後でお伺いしたいんですけど、成功を夢見て徹夜は当たり前、寝るのはソファーの上といった面白いのプロフィール。多忙な生活を続けた結果、心身のバランスを崩し動けなくなる。その時父矢上先生、ひろし先生ね、ゆうです。失礼いたしました。いやいや、もともとひろしなんですけど改名したんです。ゆうが考案し1万5000名が実践している自力整体を本格的に学び、心身の健康を取り戻し、その魅力を再発見。その後、自力整体ナビゲーターとしてカナダ、ヨーロッパ各地、イスラエルにてクラスとワークショップを開催。さらに英国の名門セントラル、セントマーチンズ大学院で、身体をより体系的に学び、2019年に帰国。現在国内外の人たちに自力整体を伝えながら、女性のための予防医学をライフワークにしているという矢上まりえ先生です。ありがとうございます。で、先生との出会いなんですけれども、こちらの方にございます。12月に去年出ましたダイヤモンド社から出て、もう大ヒットしてらっしゃるすごい自力整体という本なんです。本アップになりますか、ディレクターさん。あ、ちょっと待って、あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっとじゃあ先生持ってる、はい、はい、これまだアマゾンで部門1位だったりとか、そうですね、すごい売れてる、はい、整体コリだったかな、うん、コリカイロプラ、じゃ整体カイロプラクティックか、うん、で12月に出たんですけど、まだ本屋さんも結構平積みですよね。はい、ありがたい、はい、でもインスタライブとかされたり、はい、いろんなことされてももういつもすごい閲覧者数ですよね。先生、この本をそれで先に話すと、私ちょっと今日も恥ずかしいんであれなんですけど、この中で読書モニターをさせていただいてまして、はい、去年3ヶ月先生と一緒に、はい、ダイエットだったりで、毎週2回でしたっけ、ワークショップを受けていましたね。そうですね、週に1回のクラスプラス毎日のこの本の中にあるレッスン3のワークを、していただいて、はい、カウンセリングとかそういったことをさせていただきました。はい、3ヶ月間。そうですね、はい、とびっちり3ヶ月 でもうあっという間と言いながら、うん、でちょっとゆっくりまた後でちょっと今日ワークもしていただこうと思うんですけど、やっぱすごいのはそのダイエットで一応集められたんですけど、はい、共通の知り合いのこの本を編集されたダイヤモンド社の土屋秀明さんってもうすごい編集者の方ですよね。はいはい、伝え方が9割とか、はい、面接の達人とか、富永愛さんの本とかも、で前からちょっと存じ上げてて、それでやったんですけど、私もこれモニターさせてもらったんですけど、目が良くなったんですよ。こういう形でいけない、ね、もちろんです。はい、目がね軽くなった、軽くなった、コンタクトのね度数がね、はい、下がったんですよね。それすごいですね。はい、めちゃくちゃロッキンガンだったので、はい、で先生いかがですか、この本書かれて、書かれて、はい、私もちろん、自力整体は私の父が、うん、作ったものなので、私自身正直言うと去年の今頃ですね、うん、私が著者として書くってなった時に、うん、ちょっと私ってなったんですね。はい、後書きにも、はい、未だにドッキリだと思ってますって書いてあるんです。おっしゃってましたね。それぐらい自分では信じられないことだったんですけれども、実際出版させていただいて、いろいろな方からこう
反応というか感想をお聞きするときに、はい、したときに、はい、やはり私の目線だから、うん、距離が近いというか、はい、私自身も、うん、元から自力整体をずっとね、なんていうかな、育っていく過程で常に横にはあったものですけれども、はい、こうずっと実践していたとかいうわけでもなく、うん、まあ、自分自身の夢があって海外に行っていろいろな、ね、仕事とか勉強している時に自分自身が体を崩してで自力整体にまたこう出会ってっていう改めて道筋なんか道のりがあったので、その部分に共感していただけた方が多かったと思います。はい、先生は本当にこう見た目も美しくですね、もう心も素敵でいろんなお話しさせていただいてるんですけど、今日はちょっと先生の普段他の番組ではなかなかちょっと紹介しない、はい、生い立ち、失礼いたしました、生、はい、い立ちとかを今日お伺いしたいので写真の方お願いします。ちょっと恥ずかしいんですかね、これ、はい、お願いします。あ、かわいい。先生お年は84年生まれなので0歳ですね。0歳、兵庫県の西宮のご主人で、やっぱりお目目大きかったんですね。目が取れそうですね。取れそうか、はい、かろうじて目がついてるって感じです。黒目が大きい、ね、すごい、すごい、すくすくとなんかじーっと見つめてますね。すごいね、かわいいね。はい、次の写真お願いします。これが、はい、お父様がその始められた。そうですね、ヨガ の、はい、修行に、9年ほど、はい、修行道場におりまして、はい、その時に母と出会ったんですけれども。そうなんですね、はい、私もそこで育って4歳まで、うんうんうん、でこれは新聞なんですけど、後ろが右のね、上の方にちょっとディレクターさんズームできますか、右上こっち、これ先生、マリー先生ですね。私左側で、めっちゃ可愛い、はい、2歳6ヶ月です。覚えてますか、この時のこと。この撮影は覚えてないんですけど。覚えてない、はい、母が、ね、うん、30歳で、うん、まあ、ずっとこの、まあ、記憶はありますよね。ありますか。一緒にヨガをどっちかというとさせられたみたいな感じが。物心ついたらもうヨガしてたっていう、なんかこうね、あおーんってこう言ったりするんですよね、ヨガでたまに、はいはい、それをこう訳も分からず言わされてたみたいな。自然の中で、はい、断食とか、うん、ヨガの修行をする場所に、うん、まあ、9年間、うん、両親がいまして、うんうん、まあ、所属してまして、うんうんうん、でまあ、その4年間の間、まあ、私が生まれてから4年間の間はこの山奥で、うん、まあ、修行僧が来るみたいな感じですね。先生も行ってた。私が住んでました。住んでました。切り盛り、私の両親がそこの合宿を切り盛りする担当だった。切り盛りって合ってますか、ね、うんうん、まあ、いいです。いいと思います。英語で、日本語で。日本語で。そうなんですね。いや、すごくちょっと個性的な幼少期ですね。完全個性的な感じで、ね、はい、友達がいなくて、後で、写真出てくるかと思いますけど、犬の、はい、犬と喋ってる写真があるんですけど、次お願いします。これだから、あ、これは、ね、お父様ですね、はい、これはめっちゃかっこいいです。なんだろう、これはもともと帰ってきたのかな、西宮かどこかに帰って、うんうん、関西に帰ってきたかなんか忘れてましたけど、うん、どこかで一緒に自転車乗ってる写真ですね。あんまりその学校登校じゃないんですけど、お父さん感覚ボーイですよね。あ、そうです、すごいよくわかる、なんかやっぱりシュッとしてはる感覚ボーイって感じ。そう、じゃあ次の写真お願いします。あ、これですね、ちょっとシャイな感じ。あ、そうなんです、先生前ですよね、はい、うん、私はですね、幼少期といいますか、うん、幼い頃は、うん、だいぶ恥ずかしがり屋で、うん、どちらかというと、うん、ちょっと下うつむき加減な感じというか。それは先生自分でも覚えてる。あ、はい、ちょっと引っ込み思案、ちょっと引っ込み思案、恥ずかしがり屋で、あ、あんまり、うん、こんな感じです。こんな感じ、かわいい。これご兄弟ですか。後ろはいとこです。いとこちゃん、はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、次お願いします。これがワンちゃん、先生が犬、ワンちゃんといるときはこう、うん、なんていうか自分らしいというか、友達があんまりいなかったんで、こんな感じでワンちゃんと今ちょっと話し合いをしてる、うん、話し合いしてる、交流交流を深めてる。これは結構山奥なんですか。本当に山奥で何にもないところですね、はい、そこに道場があって。じゃあ先生幼稚園行ってない、そんなことはない。行ってちょこちょこ保育園行ってたかもしれない。行ってました。でもやっぱりお家のことメインなんですね。はい、はい、ここがメインで静かな感じですね。そうですね。かわいい、ありがとうございます。次お願いします。あ、
い、これがあの山奥のアルプスの少女ハイジみたいな感じですよね。そうそうそう、すごい、これこれでも日本ですよね。日本、岐阜県なんですけど。岐阜県なんや、これお母様、はい、ここで、うん、こんなところで育ったんですね。すごい、これ写真が、うん、新年かなんかでちょっとおめかししてみたぐらい、うん、でも普段はなんか肌感冒って感じです、ね、自然地な感じで自力生って、うん、お母様もね、はい、されてるんで、そうですね、はい、そうですよね、ありがとうございます、お綺麗な、はい、はい、あの同じです、やっぱりお父さんかっこいいな、はい、今でも先生素敵ですよね、ダンディー、ダンディーな、いつもオンラインでめっちゃかっこいいありがとうございます、次お願いします。あ、こんな感じでちょっと、ね、これ先生こうしてる、はい、私あのシャイな、あの写真に写るのも嫌で、うん、まあ、父と母に羽交い締めにされて、うん、写真撮ろうよって言ってるのに、うん、嫌だって言ってる感じです、ね、抵抗してるんや、はい、そんな人が本出したり人前に立ったりっていうのが面白いなっていうギャップを、ね、先生今は緊張しないんですか。今はだんだんあのマシにはなってきましたけども、基本的にはやっぱりこういう自分は奥底にはいます、うん、でもやっぱ感性がね鋭いんですよね、うん、きっとね、ちょっと分かる気がする、はい、ありがとうございます。次の写真お願いします。あ、これはもう飛んで飛んで飛んで、はい、海外に、はい、これはどこの、これはオランダですね。オランダで、オランダとかスペインとか、うん、いろんなところに行ってきたんですけど、うん、先生がワークショップしてる。はい、そうです、海外でワークショップしたところもちょっと入れてみようかなと思って、うん、ちょっと今日お写真あれなんですけど、その先生がコスチュームデザイナー。あ、そうですね、はい、その写真は、それはなぜそれを志されたんですか。あ、志したきっかけですか、うん、きっかけ、うん、もともとそのアートというか絵を描くのがずっと好きだったんですけども、うんうんうん、そこからなんかあのいろいろとありまして、うん、まあ、プロローグの中にもあるんですけど、なんか急に、あ、なんていうか、こう外交的というか社交的になりまして、はい、スポーツをやったり、うん、あのね、駅伝、バスケ、陸上をやってたんですけども、そう、自分の将来を考えるときに、うん、こうまず英語を喋ってみたい、うん、そして、うん、芸術をやってみたい、うん、けれどもどっちも経験が全くない、うん、でなって、うん、でたまたまなんかの新聞かを見てた時に、うん、その留学斡旋会社の記事があって、はい、うん、なんか留学したらどっちもできるんじゃないかなと思ったんです。高校生の時、はい、高校生の時、はい、まあ、話すれば長くなるんですけども、まあ、それがきっかけで留学をして、うんうん、で留学で、はい、まあ、17歳の時に、あ、そうだ、キャッツってご存知ですか。もちろん何回も見てます。キャッツを見て、はい、劇団四季の、はい、多分なんかそこで感動して、はい、なんかこういったことに関わる仕事がしてみたいと思ったんですけども、その時は、まあ、もう部活少女だったので、うん、自分との接点が全くなく、うんうん、ただこう海外の、まあ、可能性というか、海外に行くと、うん、まあ、もちろん入るのは簡単だけど出るのが大変で、うんうん、でもその中でいろんな勉強ができるんですね、うん、専攻をこうダブルで、芸術と社会学って専攻したり、なんかいろいろと可能性がある上に英語も話せるようになったら一石三鳥だと思って行ったんです、うんうん、でその時に、まあ、舞台の、うん、あの、まあ、ど田舎なんですけど、バージニアにある、はい、バージニア、はい、そこでいろいろとこう、まあ、まあ、基礎的な絵を全くゼロ喋れなかったので、はい、勉強しながら基礎的な勉強、まあ、数学とかそういうことをしながら、うん、シアターを専攻して、うんうん、でまあ、最初は舞台美術に興味があったんですけども、美術の方にね、だんだんこのトンカチとかなんか、はい、っていうトンカチっていうかね、分かります、なんかこういう感じよりも洋服に興味を持って、はい、でその衣装に興味を持って、その舞台のその役者さんがこう普段はねこういう格好してるのに、衣装を着て動いた瞬間に世界が変わるというか、キャラクターが変わるっていうことに魅力を感じて、その世界にどっぷり使ってみたいなと思ってっていうのがきっかけですかね。いや、演劇がものすごく好きなんで、先生にその初めてお話ね、お食事者で聞いた時に、やっぱり役者さんもお衣装がいいともうよりこう入り込めるし、そうですね、お衣装がピンとこないとやっぱしんどいんじゃないかなって思うから、そうなんです、うん、また先生は今こっちの方されてますけど、はい、ぜひなんかそっちの方でもね、はい、してほしいなって、はい、ね、すごくやっぱり今みんな見に行ってる人も目が超えてるから、うん、もうちょっともう、うん、なんかこう衣装が後回しになってる舞台とか結構多くて、ね、なんか
変な話ですけど、はい、スカートがなんかもう、うんうん、田舎臭いフレアだったり、うんうん、靴もねみたいな、はい、もうだいぶ良くなってきてるけど、うん、あれじゃ新しい演劇ファンは増えないなっていつも思うんですよね、うん、だからやっぱお衣装すごい大事、うん、大事だなって思うんですけどね、うん、やっぱちょっとこう見過ごされがちというか、うん、お金のかけ方の優先順位が結構下なんかな、うんうん、それがね難しいなと思いは しますけれども、うん、まあそれがきっかけで、はい、でそれでニューヨークで、ニューヨークでされて、サンフランシスコを経てニューヨークに行ったんですけど、うん、でさっきのこのワークショップは先生どういうきっかけでこういうことを広めるというか、うん、ああもうこれも長くなるんですね、うん、ちょこっと、まあ、まあ、ささっと話すと、うん、まあ、そういった、まあ、衣装デザインの勉強をしていて、うん、でいろいろあって、まあ、ロンドンに来てさらに衣装をしようかなと思ったんだけれども、うん、だんだんとそのこう衣装を作るだけじゃなくて、うん、その演出とかパフォーマンスを作ったり、うん、物語を考えたり、うん、ディレクションをする方に興味を持って、うんうん、まあ、その当時のパートナーが、うん、まあ、もう一回学校に行ってみてもいいんじゃないと言われて、でそこでパフォーマンスデザイン&プラクティスっていう専攻があるんですけど、そのロンドンの、うん、セントラルセントマーチンズというところで、うん、でそこで私はこうストーリーを自分で考えて、はい、で、まあ、30名ほどの、まあ、仲間と一つの舞台を作ったんですけども、うん、まあ、それが、まあ、震災とちょっと関わっていて、はい、その震災とかトラウマを体験した、うん、まあ、自分自身が大人になった時に、うん、その、まあ、感情とか、うん、いろいろなものに、うん、あのこう意識を向けずにこう離れて離れていってたんだけども、うん、だんだんその人生がちょっと狂ってきて、うん、本当はこの自分の過去の自分とかいろんな心とかに向き合わなければいけなかったっていうストーリーを考えたんですよ。はい、それがすごいな、はい、リトルガールインサイドミーっていうんですけど、まあ、自分の中にあるこう、まあ、まあちょっと、ね、インナーチャイルドとかそういった話になるかもしれないですけども、うん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 、まあ、基本的に過去の自分との、うんうん、対峙というか、うん、向き合って、はい、っていう、うん、作品を作って、はい、でだんだんそれがこう自分のしたかったこと、16年ぐらいね、はい、その芸術をやってきましたけれども、はい、うん、自分のしたかったことっていうのは、うん、こう何かを作るというよりも、うん、そのプロセスの中で自分自身と向き合って、うんうんうん、なんか心とか体とかを癒していくっていうことにだったんだっていうふうに、あ、じゃあ元々つながっていったんですね。そうなんです、つながっていって、すごいな、はい、で元々自力生態っていうのはこう継ぐとか、うん、全く考えてなかったんですけど、お父様のメソッド、はいはい、ただニューヨークで体を心身壊した後に、うん、まあ、自分のことは自分でケアしないとと思って、うん、2010年に一度日本に帰って、うん、まあ、一応自力生態ナビゲーターの資格は取って、うん、あのニューヨークでちょこちょこ教えていたものの、うん、やっぱり自分のやりたいこともあるので、うん、こうだんだんこうその時は分裂してたんですけども、あのパフォーマンスを作った後に、うんうん、あ、父と私のやりたいことっていうのは、うん、もちろん中身は違うかもしれない、うん、違う、外身は違うかもしれないけど、うんうん、目的は一緒だっていうふうに思ったので、うん、こうもちろん自分のやりたいことっていうのも ありましたけども、うん、ちょっと今のこのなんていうかな、この時間というかこの季節というか、うん、人生のこの季節は父と一緒に、うん、あの自力生態を広めて、はい、こう自分自身と向き合って自分で自分の体と心を整えていくっていう方法を伝えることをしたいなというふうに思ったわけです、はい、からのこれです、うん、な前置きがなくなりました。いやいや、でも先生のその自力生態のオンラインで、うん、あの受けてて、もちろんそういう動きを教えられる、いわゆるインストラクターって人いっぱい世の中いると思うんですけど、はい、やっぱ違うんですよね。そうですか、一つの世界観がある。本当ですか。それはやっぱ今の話を聞いて、はい、自分でもそういう劇をね、はい、あれ食られたりとか演出されたりとか、はい、やっぱそういうこともされてるっていうのも全然違いますね。そうですね、うん、やっぱりそこを経て の今と、うんうん、ね、かあのそのまま父の影じゃないですけれども、はい、全くコピーとして出てくるのとはやっぱ違うかなっていうふうに思いますね、うんうん、あ、でもじゃあこれからはもっと楽しみですね、いろいろやりたいことがね。そうですね、なので、うん、今もその例えば自力生態がどんどんね、あの、うん、本も、はい、もうい、ね、うん、
ね、ありがたいですけれども、はいはい、あのある程度なんていうか広がっていったらまた自分の、うん、その舞台とか芸術のセンス、うん、エッセンスも入れていきたいなっていうのはいつかは思います。リトルガール、はい、インサイドビュー、そうそうそう、それみたい再演日本で、はい、いつか、はい、ぜひ楽しみにして未知の量の外国、はい、ありがとうございます。ちょっともう一枚写真ありました、はい、あこれも先生海外で、はいはい、これはあの日本なんですけども、日本で、はい、ナイジェリアのナイジェリア皆さんが、はい、あの日本に来まして、へその時23名のナイジェリアの方に自力整体を、うん、はい、あのへお伝えしました。はい、すごい、またそういうのもどんどん増えていきそうですね。そうですね、そうなるといいなと思いますね、うんうんうん、まあ、夢は広がるんですけども、はい、やはりまあ自分自身の学びとか、はい、まあ、知識とか経験をまず積んでいかなきゃいけないなと思って、はい、まあ、4月からはもうちょっとあの、ね、新級を学んで、新級、ハリー、はい、私新級はすごい、はい、結構ハード、はい、ハードかもしれない。2年ですか？3年生、はい、じゃあお忙しいのか先生、それもまた、はい、あの、まあ、そこ基本かなと思って、はい、あのそれまでは自力整体を父が作って、はいはい、私がまあこう営業じゃないですけども、うん、こう広く浅くではないけども伝えていく役割だと思ってたんですけども、うんうんうん、本を出して著者として活動していくとなると、うんうん、やはり自分自身さらにさらに学びを深めていかないといけないなと思ったので、はい、素敵です。その勉強も努力がすごい、はい、精進がすごい、責任というか、いやでもこれからもね、いろいろだからじゃあ先生も進化されて、はい、はい、していきたいなと。ちょっと最後にもう一回夢とかもお伺いしたいと思うんですけど、じゃあちょっとここで、はい、あの私のなんか毎週 の, あの毎月のコーナーなんですけど、私なんかいろんな怪しい仕事をしていて、あの差し入れニストっていう手土産とか差し入れをこう提案したりとか勉強会とかしてるんですけど、毎回あのゲストの方に差し入れを持ってきていただいていて、今日マリエ先生も持ってきてくださったんですよね、はい、持ってきました、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。ごそごそで大丈夫です。すいません。はい、これは ありがとうございます。種屋さんの、はい、先生ちょっと開けて私ね、ガサガサするに、そうです、これマイクの、いやそれはいいんですけど動きが汚いんで、あの動きです。先生関西に昨日まで行かれたんですよね、はい、そうなんです。それで買ってきてくださって、はい、なんかいつもなんかお願いするんですけど、はい、昨日551かなとか言いながら、551ね、やっぱり結構匂いが、うん、あと奈良美味しいんだけど、やっぱりまたにずっと人気ですよね。何が551は、いやもうずっと並んでますよ551。でも今あれでしょ、新幹線の中で食べたらめっちゃツイッターに書かれるんですよね。そうなんですか、うん、もう匂いがみたいな、結構ね匂いが個性的な、うん、破っちゃって先生いいんですか、うん、ありがとうございます。すみません先生は、そっか関西帰った時はなんか551とかそういうの買って帰ってくるんですか。いやあんまりしょっちゅう帰るんで、うん、あんまり、うんうん、551なんかあったら美味しいねって感じで食べますから、あ、ありがとうございます。じゃあ、はい、こちらに先生ありがとうございます。素敵な種屋さん、わ、かわいいですよね。かわいい、皆さんご存知でしょうか、このもなかに、ちょっと先生1個ずつ食べましょうか、うん、いただきます、はい、いつもこの頃ねスタジオで食べるっていう、ありがとう、じゃあこちらどうぞ、ありがとうございます、これいただきます、ね、いただきます。あ、じゃあありがとうございます。先生いやいや、かわいいです。これね皆さんご存知かどうかあれなんですけど、あのもなかの中に別添えのそうあんこを挟むんですよね、はい、これはもうもらったら格別に嬉しいやつですね。先生いいですか、挟みましょうか、挟みましょうか、ね、福見てんべいって言うんですね、美味しい、本当になんかちょうどお腹空いてた、お腹空いてた、そうだからあの私もねその差し入れニストとかしながらもね、あんまり甘いもの詳しくなくてね、東京駅にいっぱいあるじゃないですか、でもあれの詳しい人に教えてもらったらいいわっていう考えなんですよ。でやっぱりこの個包装はすごいいいと思っていて、うんうんうん、開けてすぐ食べないといけないとかじゃなくて、こうおのおの持って帰って好きな時食べるとか、確かにってあれですけど嬉しいです。こんなんあってないな、これね、あのね種屋が多分結構あれでいろんなとこで出てるんですけど、なんかやっぱり種屋さんのが一番美味しいですね。なんか松田聖子さん、え、松田聖子さんがなんかこれを、うん、
何かの番組で、うん、言って紹介されたっていう。え、最近？はい、あ、じゃあまだ再燃しますね。最近か、はい、最近かいつか分からないですけど、ちょっと喋りながら、すごい汚くなった。どういうことやねん。どういうこと。じゃあいただきます。いただきます、はい。うん、あ、お餅も入ってる。そう、お餅も入ってる。もなかが美味しいですね。うん、美味しい。あの、うん、緑茶が欲しいです、ね。欲しいですね。買っといてよかった。お水なんですけど、うん、なんかね、あのちょっと話全然飛ぶんですけど、先生のね、あのお父様がね、オンラインでその私が3ヶ月受けてた時にね、どういう食生活されてるんですかって言ったらね、このね、ビオプロテインブロートっていうね、あのこれなんて言うんですか先生、これは、ライ麦パン、ライ麦パン、うん、これをお昼にここにクリームチーズとかお野菜とか挟んで食べるっておっしゃってて、うん、もう私もそれからもずっとこれなんですよ。お昼ご飯、外食の時以外は1年ぐらい、1年は大げさやな、半年以上で。先生はどういうものがお好きなんですか。私ですか、うん、食べるもの。うーん、いろいろ好きですね、うん、この、あ、うん、難しいな、ああ、うん、なんか考えてこようと思ってたけど考えてなかった。心がけている食生活とか、私結構やっぱり海外にいた時に好きだった、うんうん、もちろん日本食のザ定食みたいなのが大好きなんですけど、うん、そうなんですか、はい、うん、なんか塩サバとか、うん、ご飯とか味噌汁とか、うんうん、そういったいわゆる和食の定食みたいなのも好きだし、うんうん、海外にいた時に好きだったのはポリッチっていう、うん、ポリッチ、あのオートミール、今でいうオートミール、うん、日本でも流行ってきてます、うん、流行ってますね。あれになんかいろん な、うん、なんかブルーベリー入れたりと か、 へ、なんかミルクとかオートミー、うん、オートミール、うん、オートミールミルク、あったかいオーツミルクか、オーツミルク、はい、うんうんうん、でこう煮込んだりとかして、はい、ちょっとお粥っぽく食べる、うんうん、最近流行ってますよね、はい、でそれをずっと、うん、ずっとじゃない、たまに食べる、ああいうのも好きだし、うん、結構海外 の、 朝あのいろんな朝食みたいな、うんうん、あのあるじゃないですか、はいはい、わかります、わかります、あの結構好きですね。じゃあ割とそういうの自分でもお家でもご自宅でも、あの簡単なものは作ります、うん、あのポーチドエッグとか。あ、そうそう、先生ポーチドエッグ好きって言ってたから、私もそうめっちゃしてます。天国に持っていくなら何がいいって、ポーチドエッグって感じで、あ、先生があの天国に持って、かわいいあの、うん、潰す瞬間が好きなんです。ああの別に味がどう、味も好きだけど。じゃあ逆に、はい、その天国に持っていくならっていうその発言はちょっと今面白かったんですけどよく言うのは、明日地球が滅びるなら最後に何を食べたい、先生は、うん、それを言いたかったんですけど、あ、それがポチドエッグ、ポチドエッグ、お寿司とか言うじゃないですかみんな、うん、先生あの卵が好きなんです。卵が好きなんです。潰す瞬間って、うん、なんか私服の時じゃないですか。もうちょっとわかる。そうですね。ありがとうございます。だからまあちょっと今日先生にいろいろ、あの、何ですか、好きな食べ物とか聞こうと思ってたけど、うん、じゃあ卵と、うんうん、そういう外国の朝食っぽいのが結構好きですね。うんうん、なんかこう健康と美容のために積極的に摂っているものとかありますか。いろいろ、うん。これは食べない、先生は。これはお父さん。私はそこまで食べない。私なんかこれアマゾン定期購入になってますからそれぐらい、うん、でも最近は、うん、あのやっぱり私どちらかというと乾燥しやすい、うん、冷えやすいタイプなので、はい、すごく気をつけていることと、うん、まあ、父に言われて、うん、あの始めてることは、うん、お粥ですね。あ、お粥、普通の白粥でいい。はい、白粥とか、はい、あと、うん、オイル、自分の体質、去年、あ、去年か、一昨年かな、アイルベータ勉強した時に、自分の体質にはオイルが必要だってことを気づいたので、うん、例えばそういう、こう、お粥、ドロッと、本当に重湯みたいな、ドロドロっとしたのに、うん、ギーとか、ギーね、ギーっていうオイル、バター、バター、バターオイルみたいなんですよ、はい、をかけていただくってことは、結構、うん、あの、すると調子がいいですね。はい、今もめっちゃ思い出したんですけど、その先生と3ヶ月ね、うん、あのやってた時にアイルベーダーで先生にちょっといろいろ問診してもらって、はい、私あれ何でしたっけ、カッパカッパか、それでね、とにかく片付け
ってください。なんか周りにその食べ物とか、ね、それ体温とかそういうこともアドバイスしてくださるんですけど、物が雑然としてると考えがこうあれなって健康にも悪いみたいな、それはもうめっちゃ気にしました。あの、はい、そうシンプルに面白いですよね。体質が、体質と片付けが関係あるっていうのがすごい面白いなと思いました。で先生ちょっとだけいつも毎月差し入れ相談とかなんかその手土産とかギフトのシーンでなんか困ったり、こんなこと どうしたらいいですかみたいな話を一つ振ってもらってるんですけど、はい、なんかありますか先生。いや基本的に私18で海外に行って34で帰ってきたので、このいわゆる社会、日本社会のルールとかマナーみたいなものに疎いというか、なのでこうお土産、日本でのいわゆるお土産を必ず持っていかなきゃいけない制度とか、まあ、お歳暮とかもそういうのもあるんだろうけども、そういうところでちょっとあの焦ります、焦りますっていうか、海外はあんまりそのお土産買っていかない。海外はその、ね、例えばパートナーがいて一緒に暮らしてて、その人が出張行って、奥さんに何かを買ってくるとか、そういったお土産みたいなのはありますけども、こう日本のようにこうわなんていうかスーツケースが半分お土産みたいなあるじゃないですか。ね、なんかよく聞くけど、わかる。だから、ちょっとバケーションとかホリデーにどっかちょっとだけ小旅行行って、例えば日本やったらもうサービスエリアでどんどんお土産で箱根で買って、海老名で買ってみたいな、そういうのない、あの会社に持っていくみたいなあんまないんですよね。ほぼないと思います。そういう、ね、あのなんかストレスじゃないけど、こうあるじゃないですか、なんか絶対これをしないと自分がマナーのない人と思われるみたいな、わからないけど、まあね、そういったストレスみたいのはないですね。いや、まあちょっとどういう答えをしていいかわからないけど、私がいつも差し入れのセミナーとかで話すことがあって、それだけちょっと簡単に話すと、私は華やぐか助かるかどっちかの差し入れがいいと思ってるんですね。すごく集約すると華やぐっていうのは、あのその場に例えばマリエ先生がもし何かすごく素敵なワークショップをされて行った時に、そのブランドっていう意味ではないんですけど、千引き屋の紙袋とか、なんかそういうのでわーってフルーツが出てきたら、そこをバッと華やぐじゃないですか、なのでそういう意味での華やぐっていう視点で一つ考える時と、あとはもう完全に生活感、助かる主婦目線みたいな感じで考える。だから私はすっごい好きな差し入れはもう第一択でパンなんですね。へで、パンは一個ずつビニールに個包装にしてもらうわけですよね。わかりますよね、普通に。そしたらみんな取っていけるし、その場で食べなくてもカバンの中に入れて明日の朝でも食べれるし、その人それぞれが助かる、一食助かるっていうのはちょっと嫌な、ちょっとせちがらいけど、結局そういうのって嬉しいじゃないですか、はいはい、その場でこう生菓子がバーって置いてあって、なんかコロナも気になるし、誰がもらったもらえないとか、タイミング的にって、でもパンだったらいつでも食べれるしっていうので、華やぐか助かるかってことでいつも考えるんですね。ちょっと今日時間ないんであんまり話せないですけど、また先生なんか困った時は、いつでも言ってください。わかりました、ありがとうございます。差し入れ頑張ります。で先生、あのちょっとだけお悩み相談を今日もらってて、先生の本を読んでくださった方から、一番多かったのが便秘と冷え性なんですけど、これはどういう風になんか解決していけばいいですか、女子。はい、なんか一つはこの、やっぱり、体が歪んでるどうのこうのの前に生活習慣を見直すってことは大切だなと思っていや私だなと、はい、いや私自身もこの便秘とか冷え性っていうのはあって、あったし、たまにこのルーティーンが崩れるとなりやすいです。例えば旅行に行くとか、そういったところだし、やっぱり内臓の働き、もちろんあの自力整体だから動きの話もありますけれども、自力整体の本の中にこの内臓をこう、の動きを活性化する自力整体の動きとかもありますけれども、それはぜひ本を読んで、ぜひやっていただきたいですし、はい、はい、でもあの食生活とか、例えば寝る前に食べてしまうと、例えばこ の、ちょっと時間大丈夫ですか、内臓の働きでこう胃があって、胃を通って小腸があって、大腸があって、この便が、出ていくっていうところで、寝てる間ってこの小腸が
頑張って働いて、この例えばこう入ってきた食べ物をこう振り分けるんですね、うん、体の栄養にするか、はい、それとも排出するか。でこの時に小腸が一生懸命頑張っていろいろ寝てる間にしようとする時、寝てる間に働こうとする時に、うんうんうん、この食べ物をいっぱい入れてしまうと働けない、うんはい、から、うん、朝起きた時にこう小腸が完全不良、はい、なんですか、不完全燃焼みたいな感じで、はいはい、例えば分かりやすく言うと、うん、電車 の, もう終電が来ましたと。で終電が来てその夜の間に一生懸命そこの修復とかね、あいろいろ車庫に格納して格納していろいろきれいにしたり、うんうん、なんか準備してる時にまた電車やってくるみたいな、うん、そうか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 、休む暇なくねそう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 、メンテナンス時間が、そうそういった食べ方、うん、で午前中も自力整体の中では、うん、その生食法もしていただいたと思いますけれども、ね、朝は汁物、朝はできるだけ、うん、その胃と小腸を使わない、うん、食べ方をする、うん、で水分多めに取っていくっていうルーティーンを繰り返していると、うん、だんだんと体が整ってきて、うん、もちろん生活もあるね、会食とかもあるので、うん、自分の生活スタイルに合わせながらですけども、そういったこの生食法の食べ方をするとだんだん巡りは良くなってきて、内臓疲労っていうのもあると思います、うん、内臓がちゃんと消化器官がちゃんと働いていないっていうのもあるし、うんうんうん、もう一つは自律神経の話なんですけど、はい、こう便の話になるけど、うん、出るとお便りのお話ですけども、うんね、自律神経の切り替わる時に出るっていう、例えば朝起きてぼーっとしてるんだけども、さあ仕事するぞとかパソコン見て今からやるぞってなった時に催すとか、うん、逆にすごい緊張してて、緊張というか外に出たりいろいろしてたけども、うん、家帰ってきてリラックスしたらなんか催すとか、旅行帰ってきたらもうすぐ感じですね、分かる分かる。だからそれはその自律神経が切り替わりが、うん、メリハリがあるときに行う、うん、そこじゃホッとするときもなるし緊張するときもなる、そうですそうです、やるぞっていうときもなるし、はい、ホッとするときもなる、うん、でまあ、それぞれ の, 体質にもよりますけど、うんうんうん、でただそれがこう常になんかなんていうかな、こうでもないああでもないじゃないですけど、切り替わりが悪い人、うん、方っていうのは便秘になりやすい、うんうん、っていうのは3ヶ月のモニターの方にもすごく便秘に悩んでいらっしゃる方がいて、ね、うん、あ私そうやわって言って起きてもなんかずっとぼーっとこうなんかメリハリがない生活をしているというか、うん、コロナ禍になってこう動かないとか、なんかこう外に出て太陽を浴びてこう戻ってきて、うん、よしやるぞじゃないですけども、うんうん、なんかこのスイッチのオンオフが、少し、うん、なんていうかな、難しいと、うんうん、難しい人は便秘になりやすい。思い出したんですけど、やっぱり3ヶ月やってて何が良かったかって、うん、すっごいよく眠れるようになったんですよ。で結構その私は最初はちょっとハードだったんです、うん、寝る前にこれをするのがね、うんうんうん、でもよく寝れるんですよ、うん、でもショートスリーパーで、うん、今の、まあ、まさに切り替えができないし、うん、起きんのも嫌やし、うん、なんとなく自分でシャキッとしてないから、うん、ダラ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 するけど、 それがなんかちょっとやっぱり強制的に朝だみたいになって、うんうん、で生食法で朝はあったかいものっていうと、うん、やっぱりちゃんと便秘は、うんうん、なのでね、やった方がいいですよね。そう、ぜひ一度ね、うん、読んでみてもらって、ね、トライしてみる、トライしてみますね、そうですね、していただきたいなというふうに、ありがとうございます。ちょっと先生の美容法とかも聞きたかったんですけど、ちょっと時間があれなので、うん、今日の一番のキラーメニューの先生のちょっとワークをあーそうです、ね、お願いしたいと思います。そうだそうだ、はい、その話をしてましたね、はい、こういう座っているとこ、はい、時でも、うん、例えばパソコン皆さん今ね、メガネかけたり、いつもアイコンタクトって言ってしまうんですけど、うん、コンタクトレンズですよね、コンタクトレンズつけたり、うんうんうん、なんかずっと目使って疲れてる方にいくつかワークをご紹介したいと思います。お願いします。どれからいくかな、 目と首、うん、じゃあ今から、5分ちょっと、うんうん、5、6分全然大丈夫です。お願いします、ね、こうじっくりやるっていうのは先生だけ写しといてください、はい、ワイプあってもいいですけど、はい、じゃあ一つはこの眼下の視圧っていうものを行います。この皆さん黒目のこの上のところ、眉毛のちょうど真ん中の裏かな、これを親指でこう触ってみてください。
こうするとちょっとまあ周りを触ってみるとちょっとくぼんでるところないですか、はいはいはい、ここ眼窩と言います。これをグーって押してみると結構痛いですよね。あの目使ってる人は本当ここ痛いので、ここを、まあ、頭の重みを使って、はい、マッサージしていきます。ディレクターさんもやってくれて、はい、はい、じゃ指を絡めて親指だけ出します、はい、で両肘を胸に近づけて、はい、この眼窩の上にこう指の腹というか、はい、まあ爪の際あたりですね、こうグッと入れます、はい、あの眼球気をつけ、あの傷つけないように気をつけてください、はいはい、そしてこうこれ呼吸が大事なんですね。鼻から大きく息を吸ってはーっと吐きながら頭を床に下ろしていきます。この時できるだけ首の力抜いて、この肘と親指で、ね、この支えにしてゆっくりゆっくりとマッサージしていきます。はい、これをね何度か繰り返して、こう痛みを、痛い人もいるかもしれませんけどね、いろいろ自力整体でほぐしていくと、うん、この痛みがだんだん和らいできます、うん、でもまあこうまあね、授業中で仕事中にこれをやるといいですね、うん、ゆっくりと頭を起こしていきましょう。こう視圧から解放されるとふわーっとこう目の周りの血が全然もう明るい、ちょっと明るい感じしますよね。全然今よく見えるような、うん、すごい。あとは首、今何秒ぐらいやる？これは、うん、まあ4呼吸とか4呼吸、うん、ゆっくりぐらい、ゆっくり4呼吸ぐらいしてみてください。それは1日何回何回気づいてる、うん、まあ、目が疲れた時に、まあ、こういうパソコン作業とかしてる時に、うん、もう目がシパシパしてきたとか、うん、あなんかこう首が凝ってきたっていう時に、うんうん、まずはこうなんていうかな、あのリラックスして座って、うん、ちょっと遠い方を見て、遠いなんか木でもいいですけども、うん、窓の外を見るでもいいけども、ちょっと外を見て、うん、こう目を休ませてから、うん、こうパソコンからね、パソコンとかスマホから目を離して、うん、でこのマッサージをしてあげるといいかもしれません、うん、はい、ありがとうございます。はい、あとはちょっとね、座ってる時に首をほぐすって感じで、うん、はいはい、この手のひらを首に当てて、後ろの首に当てて、この右肘を下ろして、はい、左手で右の肘を掴んで、頭を下ろしながら左手で右肘を左側へぐーっと寄せていく、寄せていきます。で軽く揺すってあげる。ですると右の首筋あたりが気持ちよく伸びて、うん、まあ、これも 2,3 呼吸ゆっくりやってから反対側もやりますね。こっちの左手で首を掴んで、はい、左手で右手で左の肘を掴んでぐーっと右側に寄せていきます。これをまあ、あの何回でもというか何呼吸でもね、あのあほぐれてくなーって感じたら、まあ、2,3 呼吸ですかね、やって戻ってきます。はい、これねちょっとね、私この番組で年言ったことないんですけど、はい、50肩なんですよこれ掴む時が痛いですよでもこれあんま気にしないでやっていいっていうのがこの本の中で、うんうんうん、先生のレッスンで分かったので、はい、いいですよね、あんま無理しないで、はい、そうです、うん、無理をしないってことが一番大事です。あんま痛くてもグイグイ行かないで、はい、グイグイ行かずに、うんうん、呼吸、あの呼吸して、はい、あでもすごい、もうちょっとそうちょっと楽になりますよね、目がやっぱり、うん、ディレクターさん目はっきり見えません、ね、そうですよね、そうそうそう、ぜひぜひありがとうございます先生。最後に、ね、ちょっとだけ、うん、肘をこう掴んで背中丸めてこう揺するっていうのもいいです。この3セットをやると、あ今の3つ、はい、うん、こう目と首と肘前に出して背中をできるだけ丸めて、背中広げて左右に揺するっていう感じ、はい、先生が可愛すぎてちょっとそっちに見とれる。いやなんで、可愛い、綺麗、うん。ありがとうございます。これはじゃあ朝、夜。いつでもあのおすすめはこうやってね、うん、あのパソコン作業して、はい、あ疲れたっていう時にこの三ちゃん、三連ちゃんをやると、はい、うん、ちょっといいと思います。分かりました。ありがとうございます。うん、ちょっと先生、あれあと1分ぐらい、あのね先生のその美容を聞きたい、美容の秘訣あんまり話さないと思うんで、いや私本当に美容には疎いんです、うんうん、疎いんですただただあのーうん、撮影するとか、はい、そういった機会も増えてくるので、うんうん、あのやっぱり
なんだろう、いろいろあのちゃんとメイク落とします。あ、そう。普通やね。で、先生じゃあ例えば生徒さんに何か女子力がないんですけどどうしたらいいでしょうとかいう質問、まあその美容だけメイクだけじゃなくてね、どうしたらいいですか女子力。でもやっぱ生活習慣だと思います。で、全て出るじゃないですか。家が散らかってる人は散らかってるやろうなって分かるし、なんかその生活ルーティーンを整えていくうちに自分のなんか輝きが出てくるような気がします。私ももともとねそういう感じ、いろいろぐちゃぐちゃやったから、せいちゃんもそれはもう克服というか頑張ってます。女子力も日常を丁寧に生きるっていうことが一番なんかその人の魅力が、やっぱ余裕がない人と余裕がある人って全然なんか輝きが違いません。でもそれは私のテーマである、はい、やっぱり余白余裕が大事、苦労してても余裕を持ちたいし、そうなんです。だから私は今はそれがテーマで、人に何を言われようと、自分整えるのが先って思ってます。はい、それはすごいいい言葉や。ね、ディレクターさんも今うなずいて人に何を言われようとも自分を整えるのが先。そう、はい、昔は逆だったんですよ、はい、仕事とか、はい、こっちがうまくいってれば、はい、私生活なんかどうでもいいじゃないけど、はい、なんか大切にしてなかったんですけど、そしたらこっちもダメになっちゃうから、ほんまにそう。これすごい。で、そんな本も書いてほしい。いやそれは、はい、やっとでもいろんなあれがあってね、たど、はい、り着いて、はい、まだ道の途中です、はい、またぜひちょっとお伺いしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと最後に先生からの告知もあるんですけど、私ちょっと先に1分だけお時間いただいて、毎月のようにお伝えしている、私が30年推している劇団扉だって、ちょっとお仕事なんかも携わらせていただいてるんですけど、ワンピース歌舞伎とか来年鬼滅の刃歌舞伎とか書かれる横内健介さんって、今日本で一番お忙しい劇作家の方が主催されている劇団扉だっていう劇団があるんですけども、そこ のリボンの騎士2023県立和尚高校演劇部奮闘記っていう作品が3月2日から5日まで金賞の隅田パークシアターっていうところで上演されるんですけど、これは実は研究生の卒業公演なんですね。なんですけどすっごいよくできてて、もともとジャニーズの人とかが青山、今もないですけど青山劇場とかでやってた、ものすごくいい曲なんですね。で今ここの研究生が最後に卒業公演でやるんですけど、もう全く皆さんもちろん無名だし、ほとんど芝居やったことない人が1年とか2年やってって感じなんですけど、本当にいい曲なので、ちょっと皆さんにこれぜひ見ていただきたいなと。なんか、ね、5日の千秋楽だけ完売らしいんですけど、3月2日から3月5日まで公演がありますので、劇団扉座リボンの騎士と検索していただければ出てくると思いますので、ぜひ皆さんちょっと 見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあもう1個の方もお願いします。で同じく横内健介さん、右下の眼鏡の方が横内さんなんですけども、3月31日から4月16日まで六本木のトリコロールシアターってすごく華やかな劇場があるんですが、そこでルゲイ・マリアージュっていう親友と同性婚をするめっちゃモテモテのプレイボーイの海外のちょっと面白い劇曲を上演されるんですね。で真ん中横内さんの横の方が扉座の筆頭俳優の岡森明さんっていう方なんですけどが出られたり、主役は今江大地さんっていうすごく人気の方、あと AKB の方も出らっしゃいますし、尾形健さんのお孫さんの、尾形敦さんという方も出られて、こういろんな方でこう面白いね、ちょっとコラボレーションの芝居があります。3月31日から4月16日までなんですけど、もうチケットの方発売してますので、ルゲイ・マリアージュで検索していただければと思います。こちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。先生ちょっとあと1分ちょっとなんですけど、はい、先生の方の告知すいません。全然大丈夫です。一つは私、インスタやっておりますけれども、第2弾が書籍の第2弾が出版、すごい自力生態のパート2、はい、パート2が出ることになりました。ありがとうございます。おかげさまです。そしてモニター体験者を
今後また募る予定なんです。今回はもう少し女性の、うん、まあ、いろいろな、不調とか、うん、そういったものに、うん、特化したものにしていこうかなというふうに思ってるんですけども、うん、あのまたあそういったことを、うん、発信していきますので、ぜひインスタで告知される、はい、告知、まあ、ブログもある でしょうけど、まあ、インスタがね、あの簡単に告知できますので、まずここで今回はあれですよね、はい、多分モニター激戦区ですけど、はい、ぜひ皆さん、ぜひ、いや本当に、ね、はい、人生変わると思います。うん、本当に、うん、それぐらいの気合でやっておりますので、うんうん、で先生の、はい、あの次回あるかどうか分かりませんけど、先生のお父様との質疑応答とかの時間もあって、はい、もうすごい贅沢なんですけど、そうですね、でもね、やっぱり温かい感じで、うんうん、すごく先生もそうだし、うん、先生の、あのお父様もそうだし、はい、お母様もそうなんですけど、はい、すごく自力生態ファミリーが温かくて、はい、あとずっとね続けてらっしゃる生徒さんもね、うん、皆さんすごくいい方、皆さん30年、うん、40年続けていらっしゃるので、そうそうそう、で多分もうその、まあ、美容も大事なんですけど、やっぱり健康ですよね、まあ、健康になった美容になります。そうですね、はい、先生の最後ちょっと20秒ぐらいで夢をお伺いしたいんですけど、あ夢ですか、はい、いつかはそのコラボをしたいですね、はい、自力と、はい、芸術の、芸術の、そういった例えばプラネタリウムでプロジェクションマッピングしながら自力をするとか、で VR で自力、VR でしたね、はい、自力をするとかね、VR、そういうことをやりたいです。夢は広がる先生もすごく美しい、あのお姿も美しいですけど感性が美しいので、やっぱり先生のそういうこれからのいろいろね、はい、あのぜひインスタはじめいろんなところで、あのダイヤモンド社の、はい、あの自力生態の特設のサイトも面白いですよね。あそうですね、いろいろインタビューから矢上真理恵さんで検索していただいて、はい、ちょっといろいろ読めると思います。本日は、自力生態師の矢上真理恵先生にお越しいただきました、はい、今日先生ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。失礼します